英語学習の時間がやってまいりました。はい、デンゲブラバリー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新のニュースを使いながら英語力と情報力どんどん上げていきましょう。NHK ワールドニュースを使っていきたいと思います。なんとスロバキアの首相銃弾に倒れるということで、この画面に映っているスロバキアの首相ですね、銃で撃たれて病院に搬送されて、非常に重篤であるというニュースですね。何があっても暴力はいけない。まあ、このニュースを見るとですね、元首相の安倍首相が奈良の西大寺で、まあ、銃弾に倒れた、撃たれて亡くなってしまったということを彷彿とする、まあ、思い出してしまいますけども、このニュースを使いながらですね、一体何があったのか見ていきたいと思います。まず、英語字幕ありで NHK ワールドニュースを見ながらですね、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、私たちもたくさん英語をしっかりと話してですね、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力を一緒にどんどん上げていき、そして難しい単語表現を中心にしっかりと覚えていきましょう。そしてニュースの内容は Google 自動翻訳の和訳も参考にしながらですね、しっかりと情報力、英語力を上げていきたいと思います。そして3番目は総復習、総まとめということで、今度は字幕なし、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像でしっかりと学習した内容、単語表現聞き取れるのかどうか、しっかりとですね、英語力、情報力上げていきましょう。学習の際、5W1H 意識するといいと思います。5W1H 何かというと、When, Where, Who, What, Why, How ですね。It's どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、というこの疑問詞の答えをですね、見つけるように、この、NHK ワールドニュースから見つけるように見ていくと、意識すると集中力が高まっていいと思います。研究家チャンネル。英語学習に、そして情報力アップに使えるなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなんかもぜひよろしくお願いいたします。では、一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Let's get it started. それでは、左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところをこのように字幕の下にカーソル合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取り挑戦してみよう、聞き取りできそうだという方は字幕は無視して左のですね NHK ワールドニュースだけしっかり集中して見ていきましょう。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Authorities in Slovakia say Prime Minister Robert Fico has been shot. They say a gunman attacked and left him seriously wounded.The wounds are said to be life-threatening. Slovak authorities say Fico was shot in the stomach on Wednesday in Handlova, central Slovakia. The BBC quoted local media outlets as saying the attack happened as he greeted crowds after a government meeting. The suspect has been detained. Slovak media say he is a 71-year-old man. The motive for the attack was not immediately known. The prime minister was airlifted by helicopter to a hospital.I heard three shots. It was quick one by one, like if you threw a firecracker on the ground. Fico assumed power after leading his opposition party to victory in a parliamentary election last September. He has appealed for military aid to Ukraine to be suspended. World leaders have condemned the attack. U.S. President Joe Biden called it a horrific act of violence. He said the U.S. Embassy in Slovakia is in close touch with the Slovak government and ready to assist.さあいかがだったでしょうか。字幕ありでまず見てみましたけれども、アウトラインニュースの概要を捉えることできましたでしょうか。スロバキア、まあ、日本から遠く離れたヨーロッパの国ですけども、そこで PM プライムミニスターですね、まあ、首相が銃弾に倒れたということですね、本当に、奈良の西大寺であった元安倍首相の襲撃事件とそっくりですけれども、まあ、政治家国民とですね、まあ、距離を近くするとこういうことも起こり得る、まあ、非常に、まあ、ある種危険な状況だということですね、では次、2番目、しっかりと今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、私たちも字幕を音読して英語を声に出してスピーキング力アップの練習していきましょう。もう英語スピーキング力を上げるためにはですね、どれだけ話すか、話し慣れるかという練習につきますので、たくさん英語を話しながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細、一緒に日本語訳も使いながら見ていきましょう。それでは画面の左側に英語、右側に日本語訳出ていますので、この英語ですね、一緒に
視聴者の皆さんも声が出せる方は声を出しながらスピーキング力アップ、そして内容を見ていきましょう。ではまずここからですね、行ってみたいと思います。 Authorities in Slovakia say Prime Minister Robert Fico has been shot. They say a gunman attacked and left him seriously wounded. The wounds are said to be life-threatening ですね。これはショックではなくてショットですね。Shot it。スロバキア当局、ロベルト・フィスコ首相が銃撃されたと発表と。銃を持った男が襲撃し、重傷を負っていると、傷は命に関わるものだと言われているということですね。本当に安倍首相襲撃事件、そのままそっくりな事件が起こってしまった、今回はですね、スロバキアで起こったということです。さあ、ここはですね、難しい単語ないですけども、seriously wounded。というのはですね、まあ、非常に重傷を負っているということですね。Seriously wound。そして、the wounds。wounds というのは傷ですね。said to be 何々と言われている。life threatening。threat というのは脅かすということですから、life。life threatening。命を脅かすような重傷になっている。そんな大きな傷を負っているということです。さあ、では、ここですね。次、この部分を音読しながら見ていきましょう。Slovak authorities say Fiso was shot in the stomach on Wednesday in Handlovar, central Slovakia. The BBC quoted local media outlets as saying the attack happened as he greeted crowds after a government meeting. ということで、スロバキア当局によると、この首相のフィソさん、水曜日にスロバキア中部のハンドロバで腹部を撃たれたと発表したと。BBC、イギリスの BBC、地元メディアの報道として、同氏が政府会議の後に群衆に挨拶している時に、まあ、銃撃が起きたということですね。安倍元首相もですね、あれは選挙の時だったと思いますけど、応援演説で、民衆にですね、演説をして、民衆と近い距離で撃たれてしまった。まあ、今回もですね、同じような状況なんですね。本当に、政治家ですね、いろんな考えを持ってその考えに反対する人いますけれどもですね、まあ命を奪うとかですね、暴力で変えるんではなくて、まあやはり話し合いでやらないとですね、まあ暴力、はいけないと思いますね。それではここ単語表現見ておきましょう。ここは難しい単語ないですけど、stomach っていうのはお腹ですね、腹部を打たれた、shot in the stomach ですね。そして次ですけれども、greet。というのはですね、挨拶をするということで、He greeted crowds. 群衆に挨拶をしているときに、まあ、撃たれてしまったということですね。さあ、では次、この部分一緒に音読をしながら、スピーキング力をどんどん高めていきましょう。The suspect has been detained. Slovakia media say he is a 71-year-old man. The motive for the attack was not immediately known. The prime minister was airlifted by helicopter to a hospital. ということで、容疑者、拘束をされた、拘留されているということで捕まって、スロバキアのメディアによると、なんと71歳ですね。まあ、高齢の男性ということです。まあ、攻撃の動機、まだ分かっていない、首相はヘリコプターで病院に、まあ、運ばれた。緊急輸送されたということですね。では、ここですね。immediately known。immediately というのは直ちにですけれども、not がついてますので、the motive for the attack。この犯行のモチーブ、動機というものは、was not immediately known。直ちには知られていないと、分かっていないということですね。それでは、次ですね。ここ、事件を目撃した人、こう言ってます。I had three shots. It was quick, one by one, like if you throw a firecracker on the ground. Fico assumed power after leading his opposition party to victory in parliamentary election last September.He has appealed for military aid to Ukraine to be suspended. ということで、銃声が3発聞こえたということですね。まるでファイアクラッカー、爆竹を地面に投げつけるかのようにパンパンパンと聞こえた。一発一発が素早かったということですね。首相のフィコ氏、去年の9月議会選挙で野党を勝利に導き政権を掌握。同氏、ウクライナへの軍事支援の停止を訴えていたということですね。まあ、ヨーロッパもウクライナへの支援疲れということが、まあ、叫ばれてですね、まあ、いろんな政党、新しい政党が各国で、まあ、出てきている。まあ、その中にはですね、もうウクライナへの支援やめようと、自国を守っていこう、自国ファーストでいこうという首相とかですね、政党がどんどん出てきていると
ということで、まあ、この方もですね、ウクライナの軍事支援停止訴えていたということですね。ではここ単語表現を見ていきたいと思いますけれども、特に難しい単語ないですけども、appeal って言うんですね。appeal するとか主張するっていう意味ですね。military aid to Ukraine to be suspended。ウクライナへの軍事支援 suspend 停止するべきだとこう訴えていたということですね。もしかしたら犯人、まあ、こういった、意見に反対をしてですね、まあ、最悪暴力に訴えたという可能性あるかもしれません。さあでは世界の反応を次見ていきましょう。ここですね、一緒に音読をしていきたいと思います。What leaders have condemned the attack, U.S. President Joe Biden called it the horrific act of violence. He said the U.S. Embassy Slovakia is in close touch with Slovak government and ready to assist. ということで、世界の指導者たち、攻撃を非難しているアメリカのバイデン大統領、これは恐ろしい暴力行為だと非難をしたということですね。同志、スロバキアアメリカ大使館、スロバキア政府と緊密に連絡を取っており、支援の用意があると述べたということです。ジョー・バイデン大統領もですね、暴力、非難をしているということですけれども、世界を見渡すとですね、今、中東、イスラエル、ガザ、そして、まあ、ウクライナ戦争ありますけれども、まあ、そこで使われている武器とかですね、まあ、アメリカ自身も、まあ、戦争を起こしたりしていますけれども、恐ろしい暴力行為だと非難したということですけども、アメリカの大統領がですね、こう非難できるのかなと、今アメリカがやっている、関わっている世界の様々なことを考えるとですね、どうなんだろうと、私は個人的に思いますけども、皆さんはどうでしょうか。まあ、世界の平和がやってくるのかどうか、非常に難しいそうですけれども。では、最後の部分、単語を見ていきましょう。condemn というのはですね、非難するというですね、非難をした。the attack、この襲撃事件を非難している。そしてアメリカの大統領、そのことをですね、こう呼んでいるということで、horrific act of violence ですね。horrific、恐ろしいですね。恐ろしい act of violence、暴力行為だと言って非難をしているということです。さあ、同じ一人の命、今回は政治家。しかし私たちは中東のガザを見るとですね、そこで何万人という人たちが、このアメリカも供給している武器によって亡くなっている、まあ、殺されている。激しい、恐ろしい暴力行為ですね。まあ、アメリカ加担していると思うんですけれども、さあでは、しっかりと英語、日本語を使いながら、情報力、そして英語力アップできたんではないでしょうか。では3番目ですね。総仕上げ、総復習ということで、今度は字幕なしでしっかりと聞き取れるのか見ていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English with NHK World News video footage. Let's try it. さあ、それでは集中して聞いていきましょう。Authorities in Slovakia say Prime Minister Robert Fico has been shot. They say a gunman attacked and left him seriously wounded. The wounds are said to be life-threatening.Slovak authorities say Fico was shot in the stomach on Wednesday in Handlova, central Slovakia. The BBC quoted local media outlets as saying the attack happened as he greeted crowds after a government meeting. The suspect has been detained. Slovak media say he is a 71-year-old man. The motive for the attack was not immediately known. The prime minister was airlifted by helicopter to a hospital. I heard three shots. It was quick one by one.Like if you threw a firecracker on the ground. Fico assumed power after leading his opposition party to victory in a parliamentary election last September. He has appealed for military aid to Ukraine to be suspended. World leaders have condemned the attack. U.S. President Joe Biden called it a horrific act of violence. He said the U.S. Embassy in Slovakia is in close touch with the Slovak government and ready to assist.さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの詳細聞き取れましたでしょうか。何度も英語を聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながらリスニング力アップ、そしてリスニングだけではなくてしっかりとですね、英語を話す訓練、日頃からしておきましょう。やはり練習して慣れておかないとですね、いきなり英語出てきませんので、日頃からですね、スピーキング練習しておきましょう。そして分からない単語表現もしっかりと覚えてですね、単語力、表現力もどんどん上げていきたいと思います。
さあ今回ですね、まあ、衝撃的な事件がヨーロッパの小国、小さい国スロバキアで起こってしまったということで、この画面に映っているですね、スロバキアの PM、プライムミニスター、首相が、群衆に挨拶をしているときに拳銃で腹部を撃たれてですね、まあ、クリティカル、非常に重篤な状況になってしまっているというこのニュースでした。本当に数年前ですね、元首相の安倍首相も奈良の西大寺で同じようにこの暴力に倒れましたけれども、世界は暴力で溢れている、本当に、世界の平和が来る日が来るのかということですね、まあ、中東やウクライナ、ミャンマーですね、まあ、そういうところを見るとですね、本当に悲しい気持ちになってしまいますけれども、視聴者の皆さんは、今回のニュース、どんな新しい単語表現と出会い、そしてどんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。英研究家事チャンネル、こんな感じで最新のニュースを使いながら英語力、そして情報力もアップできる、そんな動画配信していきますので、いいなと思ったらチャンネル登録や高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important and very disappointed and terrified news from this NHK World NewsIf you think that my channel is good for you, please subscribe my channel. Please give me good evaluation button. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.